あなたは信じてくれないでしょうけど、力でも意志でも私にとって律者は大したことないの。あなたがこれから向き合うのは個体としてのイデアではなく、私が転写したある定義においての全てよ。さあ、永遠の姿で歴史の隅々まで行き渡った英雄たちよ、その叙事詩をもう一度降臨させなさい。やっぱり前にも見た敵たちです。それこそが作戦の中で最も重要な部分です。あなたは意識たちをコアのかけらに入れようとしてるの？かつてのジョイスのように必勝策。それがあなたがコアを取り戻した本当の目的なの。でも30万分の1の力でずっと同じことができるわけじゃないでしょ。歴史の美好、時間を超えなさい。できるだけ優しくしましょう。リネはどこにでも存在する。ステージに帰りなさい。歴史に名を残した当事者たちを明確な概念へと整合しましょう。司法を征伐する強い意志をここで目覚め、欲深い王権となれ。次の行動ぞ。幻影ですか。本物のイデアもその中にいるはずです。急いで見つけ出さないと。行動中。
エデンの星、その実力の全てを発揮する時が来ました。なるほど、断りの弟子、その名の通りね。でも成婚計画の前では、あっという間に消えてなくなる支配者のようなものよ。ここまでよ。いい夢を見ました。前のものと同じ空間でしょうか。いえ、どこか違う気がします。この障壁は。班長、次の行動座標を送ってください。ブローニャ、行動中。悪くないわね。最も暗い場所を経験することで、やっと生まれ変わることができる。みんな、どこにでも存在する。できるだけ優しくしましょう。私は過ちを変える。ここまで、ここで輝きなさい。これは耐えられないもので、成功に帰りなさい。自在地位定めない。過ちを変える。ここまで、自在地位定めない。定められない。成功に帰りなさい。ではそろそろ次のプレゼントを登場させましょう。炎に入りなさい、遺憾なき世界よ。でも申請者に対してはこうした方が公平でしょうね。おかしい、今までのイデアと比べるとあまりにも普通です。いいえ、とにかく油断はできません。やっぱりブローニャの行動を予測できるんですね。どうやら相手がボロを出すのを待つ必要があるようです。
アのかけらに入れましょう。律者の力が完全に回復しました。戦いに関しては確かにあなたはいい策士だった。でも英雄、王者、数千万人の意志は長い歴史の川にとってはどれも小さいものよ。ここで輝きなさい。これは成功計画が保管した全ての人生。見届けなさい、無法の万民を。あの防御体制、ウサギは何かを準備しているはずです。邪魔してくるイデアの種を早く突破しないと。彼女の力がまだ上昇し続けてます。急ぎましょう。優れた洞察力ね。でももう間に合わないわ。いいえ、ここで終わりです。ヨルムンガンドの幹部。転換じゃなくて正面突破するの？やっぱりあなたは記録した人生を自分の力にできないようですね。あなたはただそれを保管して再現してるだけです。保管ね。結局断りの術者コアの構造は分散的。そうしたくはないけれど、与えたものを取り戻すことは私たちにとっては同じ。おかしい、今彼女は思想を奪ってなかったのに。彼女は30万の偽物の思想でコアの上限を欺いたんですか？そうね、確かにこの戦いであなたは私の隙を見つけ出した。でも簡単に挽回できるような隙なら反撃の鍵にしかならないわ。結局この戦いの鍵はミステルとブローニャにあるの。成婚計画の前では断りの律者の歴史と栄誉なんて話す価値もない。それとこれとは別です。最高の証拠はあなた自身なんです。もちろん私は私自身の限界を理解してるけど、今までの断りの律者たちも同じでしょ。どうやらその子にも限界が来たようね。あなたが持つ他のものと同じように。呪詛詐欺！その子のことは見逃しましょう。私はあなたの過去を知っている。その子の意味も分かってる。私が求めてるのは勝利だけ。あなたを傷つけるつもりはないの。あなたも全て現実をよく見なさい。これが。そうですね、現実をよく見てください、ミステル。
あなたが向き合っているのは真理の魔です。すみません。明日へと向かうためにブローニャはあなたが残した過去を覆しました。ですが断りの律者としてブローニャは後悔していません。結局人類の真理は必ず変わる。これこそが人類の唯一不変の真理ですから。さようならベルト・ジョイスさん。あなたの伝承を背負うことができてブローニャはとても光栄です。